ナイタウン市川、森谷玲子です。市川市クリーンセンターのゴミ焼却によって発生する余熱を利用する施設が9月1日にオープンしました。この施設は市民の皆さんの健康増進に生かしていく施設ということなんですが、どのような施設なんでしょうか。ということで今回の特集は、市川市クリーンセンター横に誕生しましたクリーンスパ市川をご紹介します。このクリーンスパ市川は PFI 事業として運営されますが、皆さんはPFI 事業をご存知ですか？PFI 事業につきましては、平成11年度に国で施行された法律です。で、その内容につきましては、民間のノウハウを生かしまして公共施設を整備するものです。まあ、設計、それから建設、維持管理、運営を、まあ、民間のノウハウを生かしてやっていただくものです。市川市では2例目の PFI 事業となりますが、今回の事業は主に温水プール、温浴施設からなっております。ですから事業者の知識やノウハウが十分活かせるものであり、それが市民の皆様の健康増進に役立つものと市川市では期待しているものです。多くの市民の健康増進のために、ゴミ焼却時に発生する余熱を利用し、一年中利用できる施設が要望されてきました。市では平成14年から準備を進め、平成17年11月のオープンを目指してきました。しかし廃棄物の搬出に際して調査を行ったところ、配送法で定める埋め立て基準値以下でしたが、ダイオキシンが確認されました。市民が安心して利用できるよう安全を第一に考え、廃棄物の全量撤去を行うためオープンが延期されました。以前施設の用地内で低濃度のダイオキシンが検出されましたが、はい、これは心配はいらないんでしょうか？はい、心配はございません。市川市では平成15年度から PFI 事業に着手しまして、平成16年1月に環境基準を超えるダイオキシンが確認されました。それにつきまして事業者との協議を経て、その市の方針として市民の皆様に安心で安全な施設を提供するために、用地内の廃棄物を全量撤去することに決まりました。で、17年18年の2カ年事業でその廃棄物は全量撤去しましたので心配はございません。また平成19年5月に千葉県から当該用地につきまして指定区域から解除する旨の通知を受けました。本市ではこれをもって余熱利用施設の安全宣言としたものです。クリーンセンターでのゴミ焼却時に発生する余熱を有効活用したクリーンスパ市川が9月1日にオープンしました。民間事業者が自ら資金を調達し建設運営をする PFI 事業を導入して開設されるクリーンスパ市川は、子どもから高齢者まで楽しみながら健康増進を目指せる施設です。クリーンスパ市川にやってきました。この先の施設を案内してくださいますのは、 PFI 事業者グループのセントラルスポーツ寺澤さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそれでは館内ご案内しますんで、はい、どうぞ。あ、お願いします。クリーンスパ市川は市川市クリーンセンターの余熱を利用して一年中快適に利用できる施設です。クリーンセンターでは毎日およそ370トンのゴミが燃やされ、8億キロカロリーのエネルギーが生み出されています。これまでもこのエネルギーを発電で有効活用してきましたが、市民の皆さんの要望などを受け、さらに有効利用しようとクリーンスパ市川が誕生しました。市川市クリーンセンターとクリーンスパ市川は大きなパイプで結ばれ、そのパイプを利用して熱交換が行われています。ちなみにクリーンスパ市川の電気もクリーンセンターで生み出されたものです。うわ、素敵な広いプールですね。ちょっとまだオープン前なんで、はい、まだ一応準備段階になってますので、はいはい、でまず奥のコースからいきますね、はい、25メーターのプールが8コースはい、ございます。あちらの柵の奥のコースにつきましては、はいはい、自動で上下しますので高さを変更できます。なので用途によって高くしたりっていうことができますので、はいはい、
続きまして、この手前の真ん中のプールですね、はい、こちら多機能プールと申しまして、まあ自由に使いいただけるんですけど、例えばジャグジープールがあったり、寝っ転がったりするとこがあったりします。いろいろありますよね、ちょっとね。そうですね、あと真ん中のところから滝みたいに、お湯が上から落ちてきます、お子様なんかはとても楽しめるかなというところですね。こちらは余熱を利用しているということですけれども、水温ってどれくらいなんですか？はい、だいたい30度前後になってますんで、若干あったかめっていう感じですね、はい、この広さが素晴らしいなと思いつつも、これだけ広いとお子様からお母さんちょっと目を離しちゃったりなんて心配が。そうですね、それにつきましては、常時監視員が3名から5名立ちますので、一応安全管理の方は徹底しております。あ、そうですか、はい、はい、こちらがスタジオとジムエリアになります。はい、こちらは、マシンがたくさん並んでますけれども、どんな風になってるんですか？はい、まずこちらカーディオマシンと申しまして、主に心肺機能を高める機種になります。まだまだたくさんあるんですけど、こちらは主に筋力アップの機種になりますね、ウェイトマシンと申しまして、それぞれ機種が違う作りになってるんですけども、鍛えるところによって、機種を選んでいただくっていうふうになりますね。ちょっと気になっていたのが、これ、あ、これなんですか？はい、こちら今流行りのジョーバーになります。やっぱりそうですか、で一応時間内であれば、もうご自由にいつまでもお使いいただけますので、ぜひご利用ください。ちょっと楽しい機会もこうあったりしてワクワクしますけれども、でこちらにスタジオエリアが、ありますが、ここではどんなこと？ここでは主にレッスンを行いますので、例えばエアロビクスを行ったり、あとヨガを行ったりするスペースになります。こちらに初めていらした方というのは、機会いろいろありますがどうしたらいいんでしょうか？常時インストラクターがおりますので、使用方法につきましてはご説明いたしますので、ご安心ください。逆にこう機会が分かる方というのも、いらっしゃるかと思うんですが、そういう方は？そちらの方はもうご自由にお使いいただいて結構ですので。そうですか、じゃあ自分のペースで体力アップをできるということですね。そうですね、とても気持ちいいですね。まずこちら、ジェットバスと申しまして、中から水流が出ますので。ジェットバス本当に気持ちいいんですよね、こちらがドライサウナです。で中が80から90度ですので、相当高い設定してますので、思いっきり汗をかいていただければと思いますね。最後に、当施設自慢の露天風呂をご案内します。こちら、天然温泉になってますんで、唯一ここのお風呂だけが天然温泉を引いてます。そうなんですね、天気のいい日なんかはとてもすごい気持ちいいかなっていうところですよね。そうですよね。奥の方に五右衛門風呂っていうのがありまして、これが2つございます。お一人でも入れますし、あと親子とかでも入ったら、楽しいかなっていうお風呂ですね。こちらはお風呂だけの利用というのはできるんですか？もちろん、お使いいただけます。そうなんですね、ぜひ。温水プール、スポーツジム、お風呂、どの施設を利用するかで利用料金が変わります。割引になるセット料金やフィットネス料金もあります。詳しくは9月1日発行の広報市川かクリーンスパ市川のホームページをご覧ください。無料送迎バスもこちらで確認できます。寺澤さん、施設の紹介どうもありがとうございました。そして私たちが今立っていますのが畳の気持ち大広間ですけれども、こちらは、こちらは100畳ございまして。そんなにあるんですか？休憩したりとか、あと食事なんかもできます。あと貸し切りで宴会なんかもできますので、ぜひご利用ください。もうここは本当にゆったりできそうで、お風呂から上がったらたまらないですね。そうですね、
で最後になりますけれども、はい、料金体系システムというのはどんなふうになっていますか。はい、まずこちら、IC チップ入りのキーバンドになります。はい、こちらをチェックインの際に渡しますんで、はい、館内すべてこちらで生産ができます。あ、ということはお財布はいらないと。特に持たなくても持たなくて大丈夫、はい、ということですね。大丈夫です。はい、で、プールとかお風呂の入り口に、はい、あのゲートがありますんで、うん、これをピッとやると、はい、加算されてきます。はあ、そのプールだったりお風呂というのは、はい、個々にこう料金の、はい、は設定していますけども、うん、複数利用されますと割引になりますので、はいはい、生産時に、お会計になりますけど、それはもう割引で生産されますので、はい、割引というのがあるんですね。はい、それでは最後に市民の皆さんに一言 PR をお願いします。はい、9月1日にオープンいたしました。皆さんのご来店ぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。9月1日クリーンスパ市川のオープニングセレモニーが行われました。会場には市川市と情報化分野および職員交流に関する協定を締結している大韓民国ソウル特別市カンナム区の一行も参加しました。この事業はまさに PFI プライベートファイナンスイニシアチブという手法で行われた工事でございまして、WHO 健康都市宣言をいたしておりますこの市川にとりましては、まさに一つの拠点ができたのではないのかなというふうに考えているところでもあります。クリーンスパ市川の幕開けとして名付け親となった4名の施設名称提案者に賞状と記念品が贈られた後、くす玉が割られました。お願いいたします。参列者によるテープカットが行われるとクリーンスパ市川のオープンです。多くの市民が初日の利用に駆けつけてくれました。この日は特別オープニングデモンストレーションとしてプールに市川市民栄誉賞受賞者でアテネオリンピック銅メダリストの森田智美選手がやってきました。メダルを手にした背泳ぎの美しいフォームに会場は盛り上がりました。森田選手はセントラルスポーツの社員であることから今回のオープニング企画となり、泳いだ後もプール利用者一人一人と握手をするなどPFI 事業ならではのオープニングとなりました。温水プール、スポーツジム、お風呂、利用者の皆さんはクリーンスパ市川を満喫したようです。利用者の皆さん、クリーンスパ市川はいかがですか。なんかやっぱ新しい施設なんで、すごい清潔でまた快適でいいと思います。家が近くなんでちょぼちょぼ来て体動かしたいなと思います。いい汗かいてます会社の帰りに使っていければいいです。いや、もうなんかできるの楽しみにしてましたから、これからも利用していきたいと思ってます。はい、いいんじゃないですか、ね、こういうのはね健康のためにいいと思いますよ。ただ安きゃいいね、もっとダメかな。もう69ですから、もう来年70なんです。だからね、ブラブラしてるならここにブラブラしても、健康のためにはこういったら、やっぱりほら自分のうちいたら動かないじゃないですか。こういうとこ来るとみんなに捨てられて動くでしょ。気持ちよかった。ここ綺麗だし気持ちいいのでいいと思います。とっても綺麗で、うちからも近いので時々これから外のプール終わりましたので利用したいと思います。楽しい。楽しいね。非常に泳ぎやすくていいと思います。はい、普段からあんまり運動してないんで、全天候型、屋根もついてますし、天気が悪い日とかもね使えるんで、健康づくりに、自分の健康づくりに役立てるような形で使っていきたいなと思います。クリーンスパ市川の外にあります足湯、いや気持ちいいですね。これからの整備になりますが、江戸川から直接クリーンスパ市川に入れるようにもなります。
江戸川のサイクリングロードを利用して楽しむこともできそうです。そして来年2008年には WHO 健康都市の国際大会が市川市で開催されます。皆さんもクリーンスパ市川を利用するなど体の健康への取り組み始めてみてはいかがでしょうか。8月28日から30日まで少年自然の家主催の宿題お助けデーが行われました。宿泊施設やプラネタリウムを持つ少年自然の家は体験活動やコミュニケーションを通じて豊かな心を育んでいこうと施設を利用したさまざまなイベントを行っています。ボランティアの高校生が小学生の夏休みの宿題を手助けするこの宿題お助けデーも豊かな心を育む企画として市内の小学校で行われました。この日は市内の高校に通う学生2人が参加し国分小学校の児童23人の夏休みの宿題を見て回りました。高校生は問題が解けずに悩んでいる小学生を探して積極的に話しかけ宿題の答えを導くための考え方を丁寧に教えていました。参加した高校生は問題の答えを教えるのではなく答えを導いていくことが難しかったですが子どもたちから頼られたりありがとうやまた来てねと言われとても嬉しかったですと話していました。今後も少年自然の家では多くの市民が参加しやすいようにさまざまな工夫を凝らしたイベントを企画していく予定です。このほど市民プールでアクアビクス教室が開かれました。市川の夏のレジャースポットとして大勢の人が訪れた市民プールも9月2日で平成19年度の利用は終了しました。一般開放が終わった市民プールを利用して毎年9月初旬に行っているのが健康水泳教室です。健康水泳教室には親子水泳教室とこのアクアビクス教室があり広いプールを気兼ねなく使えるということもあって毎年この教室の開催を楽しみにしている人も多いそうです。特にアクアビクスは民間のスポーツクラブ以外ではなかなかできないエクササイズだけに人気のあるプログラムになっています。浮力が働く水中では普通のエアロビクスに比べて膝や腰への負担をあまり気にせずに有酸素運動ができます。また水の抵抗を使って体を動かすことで器具を使わなくても筋力アップが図れるのもアクアビクスの魅力になっています。今回参加した皆さんもインストラクターの元気な掛け声に合わせて気持ちよく体を動かしていました。次回の開催はまた来年ということになりますが今年参加できなかった方もぜひ楽しみにしていてください。10月14日まで木内ギャラリーで展示会木内邸に見る近代の建物が行われています。木内邸は貴族院議員の木内重四郎氏の別邸として大正3年に建築されました。明治後期から大正前期にかけて多く見られた和洋折衷の建物として歴史的価値が高く平成16年に傷みの少ない洋館部分を生かしながらギャラリーとして現在の場所に再建復元されました。現在行われている展示会は大正時代に建てられた木内邸の良さを多くの市民に知ってもらうため木内邸の設計図面や再建復元される前の写真が展示されています。また木内邸を詳細に調査していた日本大学生産工学部教授藤谷陽悦さんの協力を得ておよそ1万坪という広大な敷地を復元した模型が展示されています。模型は現在の木内ギャラリーに残されていない木内邸の和室部分や木内重四郎氏の骨を収めていた納骨堂も復元され河野台の台地に作られた
敷地全体を一望できます。この木内ギャラリーへのアクセスは JR 市川駅から松戸車庫行きバスに乗り、ママさん下で下車してください。バス停から徒歩5分です。以上、トピックスのコーナーでした。浦安市川市民病院では現在、簡単生活習慣病チェックを行っています。血液検査のみでコレステロール値や血糖値など11項目を調べることができます。検査費用は1800円。また45分で検査結果が出るので、後日改めて通院する必要はありません。半年に一度程度は検査をして、ご自分の健康状態をチェックしてみてください。市と市民を結ぶコミュニケーションチャンネル e モニター制度、通称 e モニでは会員を募集しています。会員になって e モニアンケートに答えると e モニポイントがもらえます。 e モニポイントは200ポイントで東山海域連館や動植物園の入場券と交換することもできます。ぜひ e モニの会員になってあなたの声を聞かせてください。このコーナーでは知っているようでなかなか知られていない市役所の仕事を紹介していきます。今回お邪魔するのはこちら、行徳支所総務課です。行徳支所の総務課というのはご存知の通り複合施設でございますので、この庁舎全体のまず維持管理が第一でございます。それから2番目に、行徳地区での、市税等の納税事務、こちらにも銀行の窓口となっている部分がこれの事務と、それから南行徳、行徳、これの連合会、自治会連合会ございます。これの自治会連合会、その下には68の自治会ございます。これの事務のお手伝いをはじめ、それから今年度から行徳支所の方にですね、防犯防災を持ってきております。この防犯防災事務も一応支所でやっております。その他本庁で受けるサービスできる限りをですね、総務課の方でその申請窓口、特に駐輪場の受付申請ですとか、それから住居表示の証明ですとか、そういうようなもろもろ約30ぐらいの業務を受け持ってやっているのが総務課でございます。行徳支所はですね、昭和53年、これはその当時7万人の人口を対象とした純粋な支所として、市川市の支所として建設されました。その当時は庶務課、それから税務課、市民課のこの3つの課だけで、あとは併設で公民館がありました。現状では約15万1000人近い市民の方が行徳にいます。それに伴いまして、一般的な市民サービスをするために現在は私どもの総務課をはじめ、市民課、税務課、それから福祉課、それから臨海対策課、それから地域整備課、それから疲労防災公園の担当室のこの6課1担当室で経営されております。その他にご存知の通り56年に経ちました図書館、それからこの中には地域の子どもたちの相談をする行徳健やか応援隊ですとか、行徳地区のボランティアの拠点となる行徳ボランティアセンター、それからシルバー人材センターに市民相談室、そのように複合的な施設の一環として立っております。ご存知の通り市民の方々が
本庁に行かなくて、一般的なワンストップでサービスが受けられるように、かなり、その当時から比べるとかなり拡充して市民生活の援助をしているところでございます。行徳の秋の風物詩となっている行徳祭り、現在行徳支所総務課では行徳祭り2007に向けて市民と共同で準備を進めています。行徳祭りはですね、2004年に明殿から、新井まで、その若者がおみこしの町行徳ということで、やっぱりだんだんその子どもたちのもみ手が少なくなってきた、これをやっぱり耐えてはいけないということで、若者が集まって有志だけでやっぱり20人ぐらいから始めたお祭りなんですね。でおみこし、それからまた行徳の場合はやっぱり神社仏閣、みこしの町、これを大きな面でアピールして、でそれで行徳に入ってきた新しい住民の方で、また旧住民の方との融合を図りながら、楽しい行徳の町にしていこうじゃないかということで発足させていただきました。やはり今までやってきた、その2004年からやってきました、行徳のおみこし、それとまたよさこいソーランという婦人会の皆様と、そういう団体のですね、みこしの渡御と同時に、よさこいソーラン、それとまた婦人会さんの踊りを駅前周辺までずっと渡御しながら、また後ろからパレードしながら歩いていくっていうのがまず一番の見どころなんですね。その他にやっぱり行徳のお子様が一番喜んでくれるような、毎年行われているんですが、今年は激レンジャーショーという、また昨年からですね、市民ステージの他に、フリーマー、それとあと、食べ物、ボーイスカウトとか、サッカー協会の皆さんとかがですね、焼きそばを焼いたりいろいろやるんですが、行徳は国際都市という、国際的に豊かなところなんで、いろいろそのタイ料理とかですね、いろんな韓国料理とか、そういったものをやっぱりブースごとに作りまして、そういうような催し物もございますので、ぜひ出席していただければと思います。この度、9月8日より、塩浜の第2公園がリニューアルオープンいたします。これは市民の若い方へお使いいただくスケートパークとしてのリニューアルでございます。スケートパーク自体の大きさは1000平米と、これは県内最大級でございます。ただその中にある施設は11施設と、これは県内でも有数な、施設でございます。皆様でぜひ無料でございますので、若い方、お若い方だけじゃなく皆さんがお使いいただけるようお願い申し上げます。9月22日土曜日午後3時30分から7時30分まで、少年自然の家で親子お月見の会が行われます。親子で月見団子を作った後、天体望遠鏡で月を観察します。定員は先着80人で、費用は1人300円です。参加を希望される方は親子お月見の会参加希望と明記の上、参加者の氏名、年齢と住所、電話番号を少年自然の家に電話またはファックスでお申し込みください。締め切りは9月19日です。少年自然の家ならではのお月見を親子で楽しんでみませんか？